皆さん、こんにちは。ハロハロネクストです。この動画は、日本のことわざにフィリピン風の新しい解釈を加えることで、フィリピン人のことがもっとよく理解できるという動画シリーズです。毎回、日本のことわざも学びつつ、フィリピン人についても詳しくなってしまうという一石二鳥の動画です。それでは、早速今回のことわざ新解釈を紹介しますね。今回のことわざは、嫁、遠目、傘のうちです。ことわざの意味は、夜に見る、遠目に見る、傘に隠れたところが、ちらりと見える、そういう時は、実際よりも美しく見えることの例えです。嫁、遠目とは、夜に見たり、遠くから見たりした時に、ぼんやりと見えることを言います。それでは、フィリピン風新解釈ではどうなるのでしょうか。KTV やフィリピンパブのような薄暗い場所では、タレントは実際よりもはるかに美しく見えるという例えです。店では濃い化粧をしたり、ドレスなど華やかで綺麗に見える衣服をまとっているので、実際の容姿からかなりかけ離れてよく見えるのです。さらには、酒に酔っていると、すべてがぼんやりとしてしまうことも理由の一つとなります。店にいる時と実際の姿がどう違うのかを知るためには、寝る前の化粧を落としたすっぴんの顔を確認するのが良いです。それができない場合は、身分証の写真を確認したいものです。少なくとも、店にいる時のような化粧ではないので、普段の自然な顔を確認することができます。それでは、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。次回もお楽しみに。